お、1万900。おー、ほぼほぼ1万1000。すごい。こんにちは、シンです。今回はキャロウェイのオーパスウェッジシダしていきます。今回もシダのお店は PGA ツアースーパーストア名古屋栄店で、説明山下さんにお願いします。お願いします。今日はオーパスウェッジとミゾのウェッジも用意したんで、どんぐらいスピンが入るのかっていう検証もしながら打っていきます。最初に参考にミズノの T24 の58度のウェッジで打っていきます。シャフトはダイナミックゴールド S200。このウェッジが30ヤードぐらいのキャリーで打った時にどれぐらいスピンが入るかっていうのをまず見ていきます。今ちょうど30キャリーぐらい。バックスピン5700。ミズノもいいウェッジなんで、30ヤードで5000回転入っちゃう、結構いいですよね。はい、ある程度スピンが入ってる状態は作れてますけど。そうですね、ミゾのウェッジ5700、2球とも5700で、顔もオーソドックスな形状の T24 ウェッジ。これもまあ打感もいいしでスピンも入ります。だいたい30ヤードぐらいの距離打った時にバックスピンが5500、5700ぐらいですね。今度キャロウェイのオーパスウェッジ打っていきます。ロフトが58度、バンス10の S ソールですね。シャフトが NS プロモーダスの120の S でいきます。ミズノが5000回転で結構手強い検証相手だと思うんですけど、ちょっとどれぐらいのスピンになるか見ていきます。だいたい30キャリーぐらいでスピン、まあ、6500は入ってますね。越せるか不安でしたけど、むしろちゃんと1000回転ぐらいスピン入りましたね。オーパスウェッジ構えた感じはフェース面ちょっと丸みのあるような形状なので、うん、柔らかい球出しやすいなっていうイメージが出る形状ですね。20ヤードキャリーしか飛んでない球で5300って結構入ってます。すごいな、20ヤードキャリーで5300回転はすごいかも。25ヤードキャリーの球、まあ、今のは5200、うん、25ヤードキャリー、今の最高ですね。ミズノの時と同じちゃんとキャリーが出てる状態で比較したかったんで、25ヤードキャリーでバックスピン6400。おー、ちゃんとスピン入ります。山下さん、これ特徴的にはどんな感じなんですか？はい、そうですね、前作のまあジョーズローよりも、はい、溝と溝の間の幅をちょっと狭くして、その代わりあの溝を増やしてるんですよね。おお、あ、溝の数が多いっていう。はい、増えてます。2本増えていて、それでスピン性能を上げてるっていうのと、マイクロフューチャーっていう、まあ、はい、あの技術があるんですけど、はい、ちゃんとこう見てもらうと、はい、フェース面に斜めのちっちゃい溝入ってるんですけど、あ、なんか本当にわずかですよ、こうミーリングが。そうですね、斜めのミーリング入ってますね。はい、確かに。それが入ってることによって、もうさらにスピン量を上げるような、はい、まあ、手助けをしているという感じですね。なるほど。あ、しかもこの斜めのミーリング、ちょっとミソかもですね。こうフェース開いて構えた時は、はい、そのミーリングの角度がちょっとこうまっすぐに一番ボールに食いつく角度になってる感じがするんで、今回一番そのツアープロの意見を取り入れてるウェッジなので、はい、まあ、そういうのも多分あると思います。そうですね、はい、やっぱりこうスピン入れようと思ったら、こうフェーススクエアじゃなくてちょっとやっぱ開いて構えて拾っていくような打ち方するんですけど、その時に一番スピン性能を発揮してくれるフェースの形状なのかなっていう。30キャリーぐらい、6300、うん、さっきの25ヤードキャリーで6500っていうのがもう一番良かったですね。25ヤードキャリー6500ぐらい入ってたら、ワンバウンド、ツーバウンド目でパッパッと止まるぐらいのスピン量になってくるんで、めちゃくちゃなんかかっこいいアプローチ打てそうです。一応まあ80ヤードぐらいの距離ですかね。ちょっとフルスイングに近い距離もミズノの T24 ウェッジとちょっと比較しながら打っていこうと思うんで、もう一回ミズノのウェッジで3球ぐらい打ちます。80ヤードキャリーぐらいになって、75キャリー8900。これも結構入ってますけどね、8900。すごいですね。71キャリー7500。お、これはちょっとスピン入った手応えの80ヤードキャリー1万回転。おお、すごい。ミズノすごいですね。多分今のがやっぱマックスの数値ですね。アベレージで言ったら9000ぐらいになるのかなっていうイメージですけど、キャロウェイオーパスウェッジの方が80ヤードキャリーどれぐらいスピンになるか。
これで1万1000とかいったらすごいですよね。そうですね。なかなか難しそうですよね、それは。スピンが入って低く出てる感じありましたね、今。お、1万900。おー。ほぼほぼ1万1000。すごい。さっきの水野、越しましたね。忖度なしで、ちゃんと差出てますね。おお、なんかスピンが入ってるんで、出玉がちょっと抑えながら持っていけるイメージがあって。あ、すごい、今のも1万1000。おお。1万1000台のスピンが。ウェッジでスピンがほどける時ってたまにあるんですけど、はいはい、そうするとこう出玉がパンって上がってキャリーが揃わなくなるんですよね。今のも11300で3球とも11000回転で揃ってて、すごいです。その分キャリーが80ヤードパンパンパンって揃って出てるんで、うん、めちゃくちゃいいです。その辺もあのジョーズローと比べると、はい、実はちょっと低く出るような感じになってます。出玉が、はい、ラフとかでも、はいはい、ポーンと上がらずにちょっと低い感じでピュッて出る。あ、めちゃくちゃいいですね、はい、やっぱりこうウェッジ58とか60使っててやっぱすっぽ抜けて距離感合わないパターンとかってあるんで、ある程度ちょっと抑えた低めの球で出て、はい、スピンがしっかり入るっていうのは結構理想ですね。最後にちょっと満振りしたらどれぐらいバックスピンかかるのかこれ以上ちょっと無理かもしれないですけど、ちょっとスピン量最大化チャレンジいきます。1万1000結果でもやっぱウェッジは振りすぎるとそんなにスピンかけられないですね。8割ぐらいで振ってる時の方がむしろ1万1000ちょい安定してたんで、最後しっかり振っても1万1000回転同じ数字は出たんで、オーパスウェッジのスピン性能の高さはすごく感じました。今回キャロウェイのオーパスウェッジ仕出していきました。スピン検証で T24 のウェッジと比較しながら打っていたんですけど、30ヤードキャリーと80ヤードキャリーとともにマックスのスピン量は1000回転ぐらいオーパスの方が多いっていう結果でした。T24 が決して少ないってわけじゃなくて、ある程度スピン入ってたんですけど、それを超すスピン量だったんで、スピン精度は間違いなかったですね。山下さんもオーパスウェッジ打ちました。はい、印象としてはどんな感じってありました。ちょっと自分が使ってるウェッジよりもちっちゃいので、はい、単純に難しいなっていうイメージでしたね。なるほど、なるほど。まあ、確かにスピンは入るんですけど、確かにサイズ感で言ったらやっぱちょっと小ぶりの丸みがある形状っていうので、はい、まあ、上級者が好む顔かなっていう感じなので、顔の好みっていうところはあると思うんで、ちょっと構えてみてもらったりとかしだしてもらえるといいかなと思います。個人的にはスピンが入りながらこう出玉がちょっと低く抑えられるっていうのがすごいいいイメージが出たんで、使いたいなっていう方はぜひトライしてみてください。今回の動画が参考になったよって方はぜひいいねやチャンネル登録お願いします。他にもなんかこういうクラブ指導してほしいよっていうものがあったらぜひコメントでお待ちしてます。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではさよなら。